はい、皆さんこんばんは、太陽チャンネルです。太陽チャンネルです。今日はこちら、ドンドンじゃない。はい、ということで今日は海外版のアナ雪のチョコエッグを開封したいと思います。太陽が買ってきた、太陽が買ってきた。それでは早速開封したいと思います。はい、中身はこちらの3つチョコエッグが入ってましたね。こちらの包まれている銀紙ですかね、こちらの方にはエルサと、オラフが、載ってますね。それでは開封したいと思います。おお、ひとまずそうだな、エルサ、エルサが欲しいかな。噛まれてる。ここ。わ。何これ。はい。さあ1個目。なんだ。人形。え。ブーブーさん。何それ。何それ。何それ。はい。1つ目はこちらですね。え、なんていう名前だったっけなこれ。なんか顔がリアルだぞこれ。ちなみにラインナップはこちらになってますね。なんかこの辺のキーホルダーにできるやつはいらないですよね。まあ、エルサかあとアナかな、まあ、その辺が当たりだと思いますね。あ、いや、お父さんみたいな。お、お、お、なに、やったー、ちっちゃちっちゃ、やった、エルサが出た。はい、エルサが出ましたね。はい、こんな感じです。めちゃめちゃこうスマートですね。しかも顔がこれまた怖い、リアルすぎるでしょこれ。はい、それではラスト3つ目、お父さん開け。いや、順調に人形が出てますね。最後お父さんが、いやダメか。おじいさん、おじいさん、じゃん、あら、エルサ、エルサに出たよ、エルサ。はい、ラストはこちらの男の人が出ましたね。ちょっと名前忘れましたね。またこれも映画で見た面影ないですね、怖い。はい、ということで今回は海外版の、チョコエッグの方を開封してみました。まあ運よく、こちらの人形タイプが3体出てくれましたね。あと、アナとオラフの方は出てないんで、機会があったら買っていきたいと思います。機会があった今、ということで、太陽チャンネルでした。またね、また見てね、バイバイ。